こんにちは、新井家具ベッド館の MC 島です。本日もご視聴いただき誠にありがとうございます。本日はですね、アワーグラスのマエストロという商品があります。アワーグラスアールグレーの、1個上のバージョンアップした商品なんですが、まあ、そこにですね、マエストロにもアワーグラストリックスター、マエストロのトリックスターというのが、仲間に入りましたので、まあ、そちらの方のご紹介ということになります。で、まあ、こちらがアワーグラスのマエストロなんですけど、向こうの方がマエストロのトリックスターという形で、まあ、生地はもう全く一緒のものを使ってます。だから見た目はもうこの白の生地で、全く変わりません。まあ、先週放映した、アワーグラスの、オルタとマエストロ、こちらの方はですね、マエストロの生地は、アワーグラスアールグレーと全く一緒だったんですね。で、同じグレーで、オルタだけちょっと、色が茶色という形になってました。で、このアワーグラスのマエストロには、オルタの詰め物を固くしたという商品はございません。まあ、アワーグラスのオルタ自体が、まあ、ちょうどそのちょっと硬くはしてるんですけど、そんなに変わらないということで、まあ、販売数がほとんどありませんので、マエストロの方では、今回制作はされませんでしたね。まあ、アワーグラスの、トリックスターは販売から結構好調で、販売数もどんどん伸びてますので、まあ、オルタ自体もそのうち廃盤になるかもしれません。で、その中でこのアワーグラスマエストロと、マエストロの、トリックスターですね、こちらの方が、平行配列、そしてこちらの方が交互配列で、コイル数はやはり増やしてますので、まあ、従来のこう耐圧分散のいい包まれ感のあるマエストロから少し硬い寝心地をお好みの方とかですね、まあシングルツイン、シングルツインというのはシングル2台のことなんですけど、まあ硬さの好みの違う方なんかにはちょうど、合う商品だと思います。まあ、ちょっと寝ていきますので、よくこうね、ベッドを試されるときに、あまり上の方に行くと、ここのヘッドボードでガーンと頭を打たれる方っていうのも結構いますので、まあお試しの際はちょっと気をつけていただけたらと思います。アワーグラスアールグレーよりもやはりこう、耐圧分散いいですね。すごい包まれ感があって、かといって、アワーグラスの、特殊なコイルを使っているので、その落ち込みすぎないっていうところは全く一緒です。で、おお、やっぱりマエストロの方はしっかりした寝心地ですね。その上で耐圧分散もある程度ある。というような商品になってます。やはりちょっと固めが好きなお客様にはこちらの方をおすすめします。まあアワーグラスね、弊社でもアワーグラスアールグレーが、まあ、店長が使い出して、まあ、販売数もナンバーワンになってますし、まあ、いろんなお客様がおられますので、その中でもうちょっと幅広い寝心地ということで、アワーグラスのシリーズもどんどん増えてまいりました。まあ東京と今のところ大阪中心なんですけど、まあ、こちらの方で寝心地を試していただいて、お好きな寝心地のものをご購入いただければ幸いです。
商品の方はですね、価格とかに関しては弊社の、ホームページ、こちらの方にメールをいただくか、お電話いただければまた皆様に、価格の方などそれとか、まだご質問とかがありましたらね、難なく、お申し付けいただければですね、メールやでお電話で返信もいたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。あとブランドのベッドとかもやってますので、そちらの方の価格のお問い合わせとか、ご質問があればぜひともホームページの方見ていただいてですね、ご請求いただければと思います。本日もご視聴いただき誠にありがとうございました。